後ろ見ていただけますか。あの青い、吊り橋が見えますね、清洲橋です。清洲庭園と日本橋中洲をつなぐ橋ですね。ドイツのガイン川にかかるケルンの吊り橋を模したと言われております。14メートル高いの一つとなっております。どの橋がかかっております。隅田川大橋はこの中で2階建ての橋、この3つがですね、都道府県の橋としては国の重要文化財に平成19年に指定されております。主君の仇討ちを果たした赤穂浪士41橋が、隅田川を渡るときに通ったのが兵隊橋です。ただしそれは昔の兵隊橋ですから、もう少し上流、この船の後ろの方ですね、そちらにかかっていた橋でございます。そして、兵隊橋を通って隅田川を渡った赤穂浪士たちは今度日本橋側を渡ります。主君が眠る高輪千尺寺へ一路向かいました。15日未明ですから、いつか来たかと言います。江戸の町に仇討ちの噂を聞いた江戸市民たちがこのちょうど小読み橋のあたり、ここら辺にいっぱい集まってまいりまして、やんやの